ビジネスプレゼンツ BJJ ウェブ、はい、橋本喜也です。はい、今回ゲストはオーバーリミット村田です。村田良三さん。はい、イサミの磯です。はい、磯武弘さん。今日はこの3人でなんとこのですね、北海道札幌市にあるオーバーリミット札幌、こちらの方でねロケということになっております。はい、ということで今回は村田良三ゲスト会ということでね、初めてですね。はい、はい、ということで村田良三の呪術ヒストリー、こちらの方聞いていきたいと思っております。はい、じゃあ、はい、で村田くんがもう今黒帯2段かな、はい、でなってて、だそのヒストリーですね、いつ頃呪術始めたのか、まあそこから聞いていきたいんですけども、いつ頃呪術始めましたか。多分2005年、そうですね、そのぐらいだと。最初にやったのはどこですか。ギムナシオン札幌です。ギムナシオン札幌、当時のインストラクターは誰でしたか。西岡先生と、はい、酪農大学。あ、そうです、そうです。あ、西岡さん今何やってるんですか。前いましたよね。前うちでたまに手伝いで教えに来てくれてたんですけど、うん、最近はもう仕事が忙しいのと、なんかあの人アニメオタクかなんかですよね。オタクじゃなくて、そういう各方でドラえもんの古い映画とかは西岡さん描いてるんですよ。オタクじゃなくてそれが仕事だったんだ。プロです、プロ。すげえな。そう、ドラえもんの、はい、のび太と恐竜記みたいなやつは、映画の、はいはい、で北海道でパラエストラ酪農大学っていう名前でやつ、うん、やってました、やってました。で実際は所属者のあの人しかいなかったっていう、うん、一人酪農大学だったんだよ西岡さん。で学生がちょろっと北海道ラベンダークラブじゃなくて、ラベンダークラブはサークルですよ。あるんだよ。それ何、それはあれですよ、リオンたけしがいた、井上たけしが。あ、そうなんだ。そうです、あの人も結構出てますね、多分、はい。あ、じゃあそれがなくなったって、まだ酪農大学あるの。いや、ないっす。あ、それももうないんだ、うん、ないっす。じゃあ西岡さんも、じゃあ今ちょっとセミリタイヤ。そうですね。じゃあその当時西岡さんは何帯だったんですか。多分、うん、紫成り立てぐらいか。2005年で、成り立て、うんうん、で、その、ギブナシをずっとやってて、はい、黒帯になったのいつですか。多分6年ぐらいでなんで、2011年。そうだから俺、村田くんを覚えてるのは、東京でやったアブダビのワールドプロの予選で、はい、チャールズ・ガスパーかなんかに勝って優勝したんだよね。そうです、そうです。じゃあ多分それを俺は見て、ね、村田良三っていう人を、それも黒帯ですよ、だって。そう、黒帯で、その時多分俺認識したと思う。その前の年ぐらいに、うん、東京国際かアジアかで無差別級でチャオビで優勝できて、うん、あ、無差別優勝してんの。そうです、そうです、すげえ。でも逆に階級はやられてるですよね。階級誰にやられてるんですか。と西林さん。あ、あの因縁の西林、はい、で決勝で一本取ってリベンジして優勝、うん、すごい。で、だその後北海道にも寄ってなんか試合やってるよね。やってます、やってます。因縁の対決、はい。じゃあその北海道の試合はどうだったんですか。は、ポイントなしの一本勝負でドローです、ね、うん、あ、はい、じゃあ成績的にはじゃあもうイーブンぐらい、なんかもちもちをしてますね。あ、はい、なるほどね、うん、で、じゃあそこで黒帯になったのが2011年。11年、うん、で、じゃあ黒帯を出したのは誰ですか。僕は狩岡先生に。あ、クリッシャーの狩岡、はい、そうです。狩岡先生、狩岡先生知ってますか。狩岡はその、なんだっけ、部下が、そう、あのベッチーニョ。ベッチーニョ知ってるから、キッド山本の呪術のコーチとしてマナウスから呼ばれたんだよね。そうです、そうです。で、その時にベッチーニョ、ベッチーニョ・ビタウ、あとアドリアノ・マルチンスとかも来て、でクレイジービーで指導やってたんだよね、うんうん、で、その時にベッチーニョはだってリバーサルのモデルやってたもんね。リバーサルが道着出した時のモデルがベッチーニョだよね、うん、あんなカーリヘアみたいな感じで、うんうんうん、で、その時にさ、狩岡の名前は聞いたんですか。そう、浅いカラーの道着でね、うん、あれをなんかこうやってて、このワイルドなやつは何だと思ったら、マナウスにいた、あの時俺ベッチーニョ知らなくて、うん、で、これがベッチーニョだって言って、そこで初めて俺ベッチーニョ知ったんだけど、うん、で、その時に狩岡と出会ったのが2011年。あ、11年に黒帯になって、その前か、うん、いつ頃からじゃあ狩岡と練習してるんですか。狩岡はその黒帯になる1年前ぐらいですかね。2010年とか多分その辺ですね、うん、あ、じゃあもう10年前、うん、なるっすね。え、じゃあもう黒帯3段。いや、でもあれなんですよ、その狩岡先生が、ああその、あっちの連盟に登録してなくて、 IBJJF に段位を登録してないから出れん、あ、段位が認定できないんだけど、9年、じゃあ9年経ってるから本当は3段だよね。そう、だから椎葉先生のところの方で今2段もらってて、うん、って感じですね。あ、はい、SJJIF、 スポーツジュースインターナショナルフェデレーション、はい、ジョン・シューバーの方だと
2段2段2段、はい、で IBJJF は今登録してるんですけど、あ、じゃあこれ去年なんか返事が来なくて、うんうん、じゃあこれからもしかしたら段位が上がるかもしれない、はい、そうですね。じゃあこのクリスチャン・カリオカと、出会って帯をもらったと、うん、そうです、でそのカリオカと出会った きっかけってのは何なんですか。もともとなんか東京でそのキットさんがビビアーノと試合するっていう、うん、そうクレイジーね。で試合が終わった時にもう練習がきつすぎるから、うん、ってことでちょっとリリースするっていう、カリオカを、そうですそうです、話練習がきつすぎるからカリオカの練習が、僕の聞いた話なんでちょっと合ってるかどうかわかんないですけど、うんうんうん、みたいなニュアンスで余っちゃって、でもビザが1年ぐらいあるみたいな話で、じゃあこっちで呼んでやれたらいいんじゃないかって、あ、じゃあ飛行機代とかを出して、なんか地下格闘技の子たちがなんか結構そのよのオーナーたちが呼んでくれててみたいな、うん、じゃあそこインストラクターとして、はい、雇ったんだ。そうですそうです。でそこでじゃあ村田君もそこで彼は、はい、と知り合ったんだ。知り合ってみたいな、その当時もギムナションですか。ギムナションです。ギムナションにじゃあ狩岡がいた、遊びに何回か連れて行きましたね、はい、でそこでじゃあギムナションで狩岡が指導したんですか。全然全然。どこで指導したんですか。北海道。指導はなんかその地下格闘技の場所か、うん、まあ、僕がその北大に一緒に連れて行ってとか。北大柔道部、はい、であれ中井勇気の母校、うん、七手柔道、うんうんうん、そう七手っていうのは七手っていうのがちょっとわからないんですけども、分かんないさ。でじゃあそこでじゃあ狩岡もやったと。いや全然もうただスパワー見てて、僕が良かったところと悪かったところを来て、うん、フィードバックして、うん、また来て、じゃあそこで狩岡が中に入ってどうこうじゃなくて、じゃあそれを見取り稽古じゃないけど見てるのを見て、うん、じゃあコーチングというか。そうですそうです。へえ。ただスパワーしたらボコボコやられましたけどね当時。じゃあそれが、じゃあその狩岡と練習した期間はどのくらいだったんですか。多分1年ぐらいだと思います。あ、そんなに長い間いたんだ北海道に。1年、うん、ちょっと1年切るぐらいかな、うん、でも1年弱、はいはいはい、それがじゃあ茶帯の時に出会って、うんうん、狩岡に、いろいろと、コーチされて、だからもう茶帯で全然勝てなくなっちゃったんですよ、うん、僕が、うん、で北海道、じゃあ茶帯を認定したのは誰ですか。は西岡さんかな。あ、はい、西岡さん。あ、じゃあ西岡さんも当時黒帯になってたんですか。黒帯です黒帯です。うん、で西岡さんは言ったら黒帯ってことは中井先生の黒帯だもんね。そうですね。じゃあパレスの酪農大学で、黒帯を取ってで、西岡さんが、指導インストラクターみたいになって、その時にじゃあもらって、うん、茶帯をもらって、うん、でそのタイミングで狩岡と知り合って狩岡と練習して、うん、2011年に黒帯を巻いたと。そうですね。でそれで2011年、その時はまだ、ギムナション札幌。そうです。から、今オーバーリミット札幌を、うんうん、オープンしたのいつですか。5年前ですかね。2015年。あ、じゃあその空白の5年は何やってたんですか。いや、もう普通にギムナシオ行ったりとか、あとはもう北大行ったり、あとパラスラ札幌さんにももちろん田原先生と僕はよくしていただいてる。あ、じゃあその時、じゃあ北海道の、うん、要は一選手として、そうです、いろんなとこ、はい、練習をしてる。そうですそうです。でそこでオーバーリミットを、設立するきっかけだ、2015年になんで道場を出そうと思ったのか、それはどういったきっかけでしたか。とりあえずもう道場出そうと思ってて、その前にもうヨガスタジオを運営してたんですね、うん、あ、そうだそうだ、村田君はそうだ、うん、ヨガの、うん、あ方でも活躍されてると。そうです、はい、でその中でまあ道場出そうと、で中央区にどうせやるなら出そうと思ってて、うん、中央区、すすきの、そうですね、真ん中のところに、街中に出そう、ど真ん中に出そうと思ってて、で狩岡先生にこう片言のポルトガルの翻訳で、うん、こうちょっと道場出そうと思ってんだけど、うん、どうしたらいいかな。その頃はもう狩岡もブラジルに帰ってますね。ブラジルです、はい、って言ったらまあなんかエディソン先生がいるからちょっと、うん、話してみて協力してあげてくれみたいな。あ、そう、エジソンがオーバーリミットの代表としてオーバーリミットを立ち上げてて、 そこの顧問だったんだよね。そうです。狩岡が、うんうん、で狩岡が、週に3回ぐらい教えに来て、クレイジー B で週に2回とか3回教えて、うんうん、あと週に2回とか3回オーバーリミットと教えてっていうような交互にやってる生活で、でそこで、狩岡とエジソンの関係があって、で一応エジソンは、狩岡が顧問みたいな感じで、うん、帰った後もコンタクトを取り続けて、うん、でその流れでじゃあ狩岡経由でエジソンと知り合ったと。 それが2015年。そうですね、はい、でオーバーリミットの名前で出したと。そうです。エジソン先生にどうですかね、うん、みたいな話したらもう、ぜひ。じゃあそこでじゃあもうほぼ初めてコンタクトしたぐらい。いえいえ、狩岡先生がいる時に 1,2 回遊びに行って練習はやってたんで、うん、あ、じゃあオーバーリミット、はい、そうですそうです。へえ。なんかマンションのなんかところをなんか、はい、マット引いてみたいな感じでしたね。なんか 1DK ぐらいのところありましたよね。そう、
あのジョイントマットね。そうですね。あのそう青いマットで、うんうんうん、あそこ鴻巣のね。はいはい。ああの時代ですね。すごいちっちゃいところ。はい、けどあれが逆に言えばエリソンの黄金期で、あの時にブルーの、塩崎とか。うん、あとほらアレッサンドレートだったり、あえと言いました、そうマルコス中村だったり、あそこら辺があのケンジ塩崎だったり、あそこサダさんとかもいい、サダ、そうサダは、うん、あのカリオカの生徒みたいな感じで、うんうん、あのインファイトだったんだけど、うんうん、カリオカと練習したくて来たりしてたんだね、うんうん、だからあそこあの時のエジソンが一番コンペーションチームを持ってたの、うんうん、で後にエジソンが道場を、うん、あの海外とかに出しちゃって、うん、で大会も中国でやったりなんかいろんなところに行くようになって、うん、いなくなっちゃって道場を教える人がいなくなってみんな辞めていくって、うん、で本部道場辞めるみたいな、うん、はい、だけどあれがエジソンの黄金期だったの、うんうん、そうだよね。でそれであのバーベキューとかやったりして、で俺は道場のことは知らなかったけど、うん、かなり海外よく行ってるから、そう、うん、やべえなエジソンと思って、そうで海外に名前、そう海外に名前は挙がってたんだけど、逆に言えば国内ではどんどん心が離れていくみたいな、うんうん、生徒いなくなった、そして誰もいなくなったみたいなで本部を閉めるっていう、はいはい、うんうん、でだから今あのエジソンはそういう本部道場みたいなな ないけども、でその時に要はオーバーリミットの名前を引き継いだのが村田君だと、はい、そうです。でそれが2015年、うん、そうですね。でその時にじゃあエジソンのな、エジソンというかそのオーバーリミットの名前でやるようになって、うんうん、でもうそれでもうじゃあ5年を経ってると、そうですね、5年目に突入ですね。でもうけどあの俺もちょっとクラスやらせてもらったけど、まあ人が多い、ありがとうございます。白帯が20組以上いた、いやー、いや20組じゃ20人ぐらいいた、20組だと40人になっちゃういやけど20人が参加するのも、そうかなりかなり多い、毎回人数が来てくれて、だからそれ今そういう風にで、すすきののこんなだって斜め前にアパホテルがあるみたいな、うんうん、結構いいところにあって、すすきのの駅から徒歩3分みたいな、まあ、アパホテルがあるってことは、うん、いいところだよ、いいところですからね、うん、はい、そう、うん、で、どういう風にこんだけ人集めてんだと、うん、そこがまずね、あの経営者の皆さん知りたいと思うので、そこはどういった宣伝手法をしてるんでしょうか。まず、まあ、もうコンサルにも入ってもらってるし、あ、もう道場にコンサルがいる、でもうそのコンサルの子が、もともとメガネスーパー建て直したりとか、お、イサブレス、はい、テイミュー、そうです、田中八郎とかっていうぐらい実績がある子と、うん、あとビジネスのメンターの先生がいて、うん、その先生に教えてもらってることを忠実に一応やってると、うん、で、まあ、広告費のかけ方とか、あ、全部その辺、そう、広告宣伝ですね、はい、そうですね、うん、その辺はしっかりやってて、じゃあ僕自体はそんなに知ってんのかって言われたら、もうお願いって言ってるわけ。あ、じゃあそういうコンサルとかいろんな人の言うことを聞いて忠実にやってると、はい、もう 100ゼロでもう100やってますから。でもやっぱそれ返ってくるんですか。もちろんもちろん、だいぶもう、まあ、今あの結果がそうだからね、だってもともとだって、うん、あのヨガでうまくいってたんだもんね、うん、まあまあまあヨガと柔術は同じ、ちょっとあれで、うん、そうですね。ただやっぱりあの東京はマーケットがあるじゃないですか、そうすると柔術やってる人がもうこんだけいるって、うん、でも北海道はもうマーケットがないから、うん、極端に今から例えば相撲の人誰もいないじゃないです か、うん、だから相撲教室をやるような感じに近い感じだと思うんですよね、うん、相撲ファンとか知ってる、相撲を知ってる人ちょろちょろいるけど、うん、やる場所がないって言ったのができましたと、はい、うん、みたいな感じが柔術で、だ誰にしても、え、なんブレワックスとか、うん、もう話が合わないみたいな感じだったり、うん、今は、うん、例えばうちの会さんが柔術やってるよって言ったら、あのサブロックとソーセガのあそこのビルのところか、うん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 、はい、看板でかいもんね。いや、そうです、看板もビルの前にドンと、はい、そうです、もう顔面もドンとつけてる、うんうん、それで、うまく集客がいってると。そうですね、まあまあもうすごい、あの白帯の人たちもガンガンあの増えてて、まあ勢いはありますね、はい、ある。で、あともう一つの活動ですよ、 SJJJF、はい、スポーツジュースジャパンフェデレーションに、日本の会長になりました、はい、それいつですか。もう何年経ちましたかね、3年目ぐらいですか、2、3年目。いや俺もそれもあんまりよくわかんないんだけど、うん、でも今回3期目なんです。だから1回目は、うん、まあ、多少何回かやって、うん、2期目で、まあ、割と全北海道から、うん、沖縄までぐらいのイメージでやって、うん、今回頑張ろうって、さらに細かいで休めようと思ったらコロナで、
っていうことがあったんで、一番でエジソンが ASJF 作ったのがちょっといつか分かんないけど、うん、ASJF っていうのはアジアスポーツユースフェデレーションね、うん、エジソン籠原会長で、そこで エジソンももちろん ASJF の名前で日本で大会やってたけど、うん、アジアの会長がエジソンなんだから日本の会長を立てた方がいいっていうことは話をしたんだよね、うん、でそこでやっぱりそのやっぱ札幌で、うん、ブイブイ言わしてる村田くんがいいんじゃない、ブイブイ言ってるとかは、いやけどまあ札幌だけど、いやだって本部道場ないんだから、はい、まあそうですね、だから本部道場がない中やっぱ日本でオーバーリミットの名前を使ってやってる人は、うん、だってフラビオ田代と村田くんしかいないんだから、うん、でフラビオ田代は、フラビオ田代はどこにあるんですか、上里にいます、で上里、埼玉 の, 埼玉の でそれが上里の、いやコロナで道場をクローズして本庄に、うんうん、移るっていうことで今クラウドファンディングやってるので、うん、フラピオ田代の方のクラウドファンディングぜひ、はい、立て直してください、うん、でそれで日本でやっぱフラピオ田代もブラジル人だし、うん、日本人がいいだろう、日本の連盟なんだからって、村田君に白羽の矢が立ったと、うん、それが、3年前、うん、っていうことは2017年、そうっす、違う18年か、18年、それが、SJJJF の旗揚げ、うん、旗揚げというかその連盟が立ち上がったのが2000年で、日本には、今3つの大きく分けて3つの連盟ありますね、うん、で、JBJJF、 もともと BJJFJ、 それが、98年の8月に第1回目の全日本選手権を新宿でやって、それが98年に始まったのが、一応1回目と、そこは旗揚げと俺は定義してるんだけど、それが、BJJFJ ね、で2007年に JJFJ 渡辺隆正さんがやりました。でそこで、その今日は10年後ってことだよね。2018年だからほぼ10年後に、SJJJF が立ち上がったと。はい、まあ SJJF もあるけど、あれは一応アジアの連盟ということで日本の連盟ではないってなったら、うん、この3つですね。BJJ、JBJJF、中井祐樹会長、98年で2007年、JJFJ、渡辺隆正、さ、一応ね、高松先生は一応あの JJFJ の会長はヒクソングレッシーってなってるんだよね。あ、そうですね、そうけど一応日本では、高松先生が やられてると、うん、で2018年に、村田良三会長が SJJF を立ち上げた、はい、で日本で一番新しい連盟い、ね、うん、でやっぱりその JJFJ も、あ、今ちょっとルール変わったけど、うん、ルールはほとんど一緒だったね、うん、けど SJJF は、アドバンテージなし、ルール、レフリー判定なし、うん、でアドンデスで、ゴールデンスコアみたいな、うん、サドンデスみたいな、最初ポイントと勝ちみたいなやつをやって、うん、今これで3年目と、うん、いうことで今年の2020年の11月8日、うん、ここでコロナショックの後についに、日本でも大会が再開すると。で今世界的に言えば、2020年の9月に IBJJF が、オースティンオープンテキサスでやりますね、うん、でその後に、オクラホマで大会やりますね。で、2020年の、10月にパンダムやりますね、うん、パンダムは、フロリダでやります、うん、であと、まあ9月に、一応フロリダで AJP がグランドスラムツアーマイアミとしてやるけども、日本で大会が再開するのは11月8日の SJJJF の全日本選手権、はい、第3回だから3期目って言ってたけど、はい、2018年に1回目、2019年が2回目、2020年に3回目として大会を再開すると、はい、この大会再開をするっていうのを決断したこのきっかけを教えてください。どうなんですかね。でもともとなんか僕自体は、うん、そのコロナがそんなにおっかないもんじゃないんじゃないかみたいのは結構前半の時から勘ぐりながら情報を見てて、うん、でまあじゃあまあそのなんか倫理観とか、うん、そのテレビ映るじゃないですか、うん、外部の人がどう思うかみたいのもあったので、うん、一応2月かな、2月かに大会をキャンセルしてるんですよね、九州で。九州ですね。はい、そうです、そうです、うん、でまあその辺でまあ収益的にはばっくり食らって、うん、でまあでもまあそういうこともあるかと。大赤字、はい、しかも3桁万円を、はい、まあしょうがないです、丸かぶりと、はい、3桁万円もう申請放棄ですよ、はい、丸かぶりですよ、大丈夫です。だからそれでいやけどそんだけなったけども、うん、買ってまでキャンセルをしたっていう、うん、まずそれが一つあるよね、はい、それはコロナの始まり2月ですね。そうです、ね、でその後にだって2月 あの23日かな、うん、エジソンは東京の浅草で一応大会やってますから、す、ね、はい、それが国内の多分最後の大会だよね、うんうんうん、もうなんかマスクして握手もしない、あの時はまだこんなになると思ってなかったよね、うんうんうん、
でそのだって大会の、2日前かなんかに、うん、JBJJF の全日本マスターもキャンセルしたんで、あの時はまだ俺はこんなになると思ってなかったし、うん、でその後からもう大もうパンデミックになって、うん、もう日本全国というか世界的に広まって、うん、もうコロナコロナコロナになっちゃって、うん、であれからもう早、半年、もう今9月だから、うん、で半年以上経って、うんうん、で今9月の頭に、ね、11月に大会再開すると、いや2ヶ月、はい、これ2ヶ月間の間で、うん、大会開催を決意と、うん、はい、やっぱりでも誰かやらないと、うん、多分ですよね、そう、うん、誰かがやらないとそこに、うん、みんな様子見だと思うんだよ、ね、うん、いやそうですそうです、 で多分アメリカでも IBJJ をやり始めてパンダもやりますってなって、うん、他もじゃやってもいいのか、でそれだってアメリカの方が死んでる人多いでしょ、うん、そうそうそう、アメリカはやっぱりそのアメリカがやってるわけだから、まあ本当にもっと気をつけるものは気をつけてね、そうだよ、しっかりやれば、その東京には1400万人いるわけじゃん、うん、で1日200人で300人ですって言ったって、うん、本当もうパーセンテージで言ったら本当少ないんだよね、うん、でもちろんだって死んでる方たちも、うん、あの高齢の方は多いけど、20代30代の方たちはそうでもないっていうのが、うん、でそういうデータが出てきて、うん、やっと、うん、あコロナっていうのはこういうもんだなっていうのが、うん、ちょっと分かってきて、ね、昔はすごいなんかメディアもすごい言うから、うんうん、異常な恐怖心があったし、うんうん、けどちょっとずつちょっとずつ、うん、実はそうじゃないんじゃないかみたいな感じになりつつあるよね、うん、そうですね、そうですね、もうもちろん完璧には分かってないし、もちろんワクチンもないし、うん、で未だにマスクも必須だったりいろんなことはあるのかもしれないけど、練習も戻ったし、うん、ちょっとずつちょっとずつ日常に戻りつつあるよね、うん、でここで日本でその大会が再開されるっていうのはまた一つのターニングポイントかなっていうのはありますね、うんうんうん、はい、うん、まあ、そこでしっかり大会をやって、うん、でその月にもエイズノン先生の大会もそう、11月4日が、SJJJF 全日本選手権が、はい、駒沢オリンピック公園体育館で行われます、うん、で11月の22日かな、うん、愛知県半田市の青山記念武道館、これはもうね、ドゥマウのホームと言われてる中、そこで、ドゥマウインターナショナル、これは5月のゴールデンウィークに毎年開催されてるやつが、ずれたんですよね、延期になりますってなって、うん、要はリスケジュールされて決まったのが11月22日です、うん、の日曜日かな、でそこでやることになったから、一応11月には2大会が決まってると、11月4日が村田会長 SJJF で、11月22日は ASJJF、エシソン会長、うん、だくしくも ASJJF、SJJJF っていうこの村田エジソンラインがやると、やっぱこの大会、はい、打って出ると、大会開催の中でもやっぱエジソンの話してるもんね。そうですね。でまずでここで大きいのが、エジソンはもうすでに SJJ、うん、ASJJF として中国で大会再開してるんだよね、うんうん、JJ、SJJCF、うんうん、スポーツユースチャイナフェデレーションとしてもう大会を再開して、そこでこういう風にしてやりましょうと、一応 SJIF の大会再開のガイドラインがあって、それに沿って中国で大会をやって何事もなく終わったと。でそういう経験もあるから、よしじゃあこれは日本でもそれに沿ってやりましょうっていうのが11月4日で、もちろん11月4日だとエスソン会長だって来るでしょ、はい、来ます、でまあここで2人がね、この2人の両会長が連絡を取り合って再開の関するミーティングでなんだかんだやってっていうのがあるので、で次回の、BJJ ウェーブでは、SJJF エスソン加古原会長が、ゲストで来て、大会再開に関するガイドラインの概要、どういうふうにして大会を進行しますっていうのを説明してくれると思いますので、そちらの方もちょっと合わせて見てもらえればと思います。で一応だから、SJJIF のスポーツユースインターナショナルフェデレーション、うん、スポーツユースの国際連盟の会長ジョン・シューバーが、うん、SJJIF の大会にか充実に関するガイドラインを作ったんだよね、うん、で入場するときには選手とコーチが1人だけとか、検温をする、うん、会場内ではずっとマスクをつけましょうとか、うん、はい、あとは試合の30分前にしか入れません、うん、試合終わって負けたらすぐ帰ってもらいます、うん、で、メダルをもらったらすぐ帰ってもらいますとか、そういうのがあって、それを次回、エイソン会長が中国でも実際にやったっていうのが、そこを、どういうふうにやった、こういうことになってますよっていうのを話してもらって、うん、でそれを一応日本でもやって、それに沿って11月4日もで、それが初めて適用されて行われるが11月4日の全日本選手権と、はい、で、ね、この間もちょっと話したんだけど、タイトリバーサイドの柔道場は50人しか入れないんだよね、うんうん、あ、25人だったかな、うん、20人で、とりあえず大会ができるような人数じゃないです、そう、うん、けど駒沢はでかいと、1000人入っていいと、はい、
ていうことは1000人入れれば、うんうん、極論あのだって500人が出て1人コーチできても1000人でしょ、うんうん、で500人出てさらに1人連れてきても1000人になるから、うん、500人はちょっと出るかどうかもわからないし、うん、でなれば、まあ、かなり大丈夫じゃないから、あの広さだから、うんうん、密にはならないよね。あ、密、はい、密ですじゃない、密ですよない、うん、と思われる、はい、だからそこまで、うん、でしかもあのガイドラインに沿ってやるということと、うんうん、で要は行政というかその、体育館側が1000人まで使っていいですよっていうのと、うん、でなっていけばガイドラインをそしたら早めに出さないと、そう、ね、いっぱい来ちゃっても困るから、そうだからもちろんだから、ね、あの申し込みの時にもだってどういったことを、それを重視するのかっていうのも日本語で作らないといけないし、はい、うんうん、参加する道場、参加する選手、そう全部でみんな周知してもらわないと、申し込んでもらわないと、そう、そこをもちろんやっていかないといけないですね、うん、だけどこの11月8日っていうのは一つの、トピックには、うんうん、だから俺もすごく、どういうふうにやるのかで、これがどういうふうにやるのかによって今後のだから JBJJF だったり、うん、寝技ワールドだったり日本のブラジル柔術業界がね、そうラスコンだったりっていろんな大会がまた再開していくと思うので、うんうん、これが一つのね指針になると思います、うんうん、で非常に重要だと思います、重要、はい、ね、うんうん、そこにね、イサミさんも協力していただけるということなので、うん、そうそうそう、はい、お願いします、この協力タッグが、うん、そう実現と、はい、社長どうですか。いやもう楽しみですよ、もうこういう ね、 ね、まあ本当に安全を第一にやる、うん、もちろんやるんだけども、うん、やっぱこういう姿勢、うん、もう、うん、みんなで練習したいし、うん、試合にも出たいし、そう試合があると練習にもね頑張るからね、うんうん、でやっぱギリギリそのどこがっていうのがだいぶね、うん、コロナに対して分かってきたから、そういいんじゃないかなと思うんですよね。だってプロ大会も再開してるじゃん今ね、うんうん、今まで無観客だったけど、うん、観客入れてやれるのもらったし、うんうん、まあただミスないようにやりたい、そう、うんうん、そこのためにも ね、 そうですね、もう社長からもアドバイスいただきましたから、うん、いろんなこともねこれからもっとエジソン会長とも村田会長、はい、そして磯さんとも話ししないといけない、うん、でももちろん俺もそこに加わってね、いろんなことがやれればいいなと思いますので、はい、この11月8日動いていきましょう、そう、はい、で一応ここが日本の柔術の大会再開の一応礎になれるように皆さんで協力して頑張りたいと思いますので、はい、皆さんもぜひぜひ、はい、コロナでね無理しないでください、うんうん、本当に無理しないで、あけどやりたいよっていう人がいれば快、うん、く、参加していただいて、はい、様子見の方はもう全然それはそれです、でちゃんとやっていって、こういうのやりましたよっていうのももちろん俺も皆さんにお伝えするので、うん、そしたらば、あ、大丈夫そうだなと思ったらその次の大会とかも出てもらえればいいと思うし、うん、で11月8日がうまくいきました、で11月22日には愛知県半田市でいつも会長の大会もありますからね、うん、で東京名古屋ってなっていけばまた次のところもできるんじゃないかなと思ってます、うん、はい、はい、これをねぜひぜひやっていきたいと思いますので、はい、こちらの方皆さん、ご協力よろしくお願いします、はい、ということで、今回は終わりたいと思います、はい、VSS プレゼンBJJウェーブ始まる気合でした、あ、村田でした、イサミの磯でした、はい、また来週お目にかかると思います、さよなら、さよなら。